こんにちは、山下エギングマイスターの川上です。始まりましたエギングラボ。このエギングラボは普段僕ら皆さんがエギングをしていて感じる疑問、アオリイカって色が見えてるの、本当に寿命は1年なので、こういった色ってどうなんだろうとか、様々な疑問があります。これを思い込みとか仮説ではなくて、研究の側面から切っていく、そういった番組です。で、今回私が釣り人の立場で質問をして回答していただくのが山下生態研究部の、どうぞ。はい、山下研究開発部の森です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ちょっと噛みましたね。ちょっと噛みましたね。まだ緊張してる。まだ緊張してる。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、前回K村のお話をさせていただいて、割とそのK村はイカからどう見えてるとか、そういう部分について研究させていただいたんですね。はい。はい。気になる方は山下チャンネルからその第1回目の放送をまたチェックしてみてください。今回はそのアオリイカの目、視覚とかちょっと視力について聞きたいんですよ。なるほど。はい。これはアングラの皆さん一番興味があるところかもしれないですね。あります。あります。いろんなところでイカはすごく目がいいですよっていうのを、最近だと記事とかでも見ますよね。見る方も結構多いかなと思うんですけど、どういいのかとかね、やっぱり人とは違う部分があるんで、その辺のお話を今日できればなとちょっと思ってます。はい、じゃあ今回はそのイカの視力なんですけど、まずその視力、イカの視力ものすごいって言われてるんですけど、実際どのくらいなんですか？視力、視力っていう言葉なんですけども、考え方は、我々人間視力検査するときに、C の文字の真正面見て、どっちが空いてるって見るんですけど、考え方的にはあれと同じような計算をすると、実はアオリイカ 0.64 っていう数字が出る。めちゃめちゃいいじゃないですか。数字だけ見るとすごいいいですよね。私の裸眼なんかもうひどいもんでっていう感じなんで。普通にメガネとかコンタクトを着用されてる方よりも、どとかいいぐらいですよね、それ。そうですね。一つ気をつけなきゃいけないのは、視力って今お話しした通り、一番焦点が合うところでそのものを見分ける、例えば人間だったら C の文字のどっちが空いてますかってお答えをするじゃないですか。それと同じように一番焦点が合うところで、イカがものを見分けられる能力のことを言うんで、焦点が合わない部分で見えてる見えてないってことは直結しないってことだけちょっと理解をしておかなきゃいけないですね。イメージとしては、イカがエギを追うときに、最後エギに正対をして最後襲うじゃないですか。あの時は一番ものを見分けやすい角度にして襲ってる。その焦点の中に入れてるとか。そうですね。そういう状態の時に 0.64 っていう数字が出る。それでもやっぱりいいなと思うんですけど、だいぶいいですよ。これイカで 0.6 じゃないですか。魚とかってどのくらいなんですか？魚はもっと一般的には悪くて、ものすごく視力のいい魚でも 0.1 とか 0.2 ぐらい。海水魚だとそういうものが多いんじゃないかなと思いますね。なんか不思議ですね。ものすごくハリスの号数とかにこだわる魚もいるじゃないですか。これだと見えてしまうみたいな。でもイカの方が目がいいんですよ。イカの方がいい可能性はありますね。はい。これも結構面白いですね。なかなか奥深いテーマですけどね。どっちかとそっちで話が今いけそうになるんですけど。そうです。はい。今回イカなんであれですけど。はい、そうですね。イカの視力がものすごく 0.6 ぐらい。はい。で、その視覚？そうですね。色がわからないみたいな。情報出てるじゃないですか。あれ実際どうなんですか？あんだけエギ色数があってですよ。もうそれはこれはね、昔は非常にこの話しづらいなと思ったんですけど、結論から言うと、イカの目の構造上、色は見えてない、色は識別できないというふうに。なんでわかるんですか、その色は？それはちょっとご説明しましょう。ちょっと理科の授業を皆さん思い出していただけるといいかなと思うんですけど、これは目が描かれてます。で、よくカメラに例えて話するんですけど、目に水晶体っっていうのが入ってるんですけど、これはまあカメラでいうとレンズですね。でレンズから通してフィルムに像を投影する、フィルムに当たるのが網膜って言われます。はい、で、まあ、網膜にですねちょっと言葉が順番に出てきてちょっとゆっくり聞いてほしいんですけど、網膜の中に視細胞っていう細胞がある層があります。でこれ理科の授業で錐体と桿体って皆さん聞いたことあるかもしれないですけど、ちょっとよくわかんないですね。いや多分知ってるはずです。授業受けてましたか？ちょっとよくわかんないです。まあ知らない方は今順番に聞いていただければ大丈夫なんですが、その視細胞の細胞の中にその明るい場所で働く錐体っていう細胞と、はい、暗い場所で働く桿体っていう細胞2種類あるんですね。はい、下に書いてますけど、錐体はまあ明るい場所で働くんで、まあ、人間でいうと色の判別に関わってるんです。はい、で暗くなると我々例えば明るいとこから暗い部屋にポンと入ると、最初全く見えないけど、はい、だんだん周りの様子分かれるようになりませんかね。そうですね。いきなりフラッシュたかれるとこけそうになります。そうですよね。はい、そういうふうに暗いところでだんだん働きをしていくのが桿体細胞って言うんです。あれ暗い部屋に僕らが入った時に慣れてくるのは桿体細胞が働いてだんだん暗いところに順応しているってことなんですけど、まあ、色を判断する細胞と明暗を感じる細胞があるってことですね。そうですね。はい、でちょっとまたいろいろ書いてあるんですけども、はい、さらっと聞いてくださいね。まあ、それぞれの視細胞の中にタンパク質が入ってるんです。うん、で錐体の方には例えばこれはね魚とか人間とか、まあ、イカによっても違うんですけど、まあ、いろんなものを持ってたり持ってなかったりするわけですね。例えば錐体で働くタンパク質では例えば赤とか緑の色を感じやすい物質があったりとか、緑青または紫外線を人間にはないんですけど紫外線を感じられる、脂物質タンパク質っていうのを持ってたりするわけです。うん、で反対に桿体細胞の中には代表的なものを1種類でロドプシンって言われる、うん、本当に暗いところで明るい暗いだけを感じる、脂物質タンパク質っていうのがあるんですけど。じゃあ冒頭にイカは色見える見えないとか魚は色見える見えないとか話があるんですけど、うん、目の中にどういうタンパク質を持ってるかによってその色覚があるないとかどういう色だったら見えるかとかっていうのが大体決まっているんです。ああそうなんですね。はい、例えば色を判別するそのタンパク質の中のこれはあるけどこれがないっていえば、はい、この生き物は赤が突出して見えてるとかそういうことが起こり得る、まあ、そうです。簡単に言うとそういう状態のことです。なるほどですね。うん、ちょっと踏み込んで言うと、はい、こういうどの物質を持ってるかっていうのは、うん、海の中でどういう水深帯を主な生息域にしているかとか、うん、どういう水の色のところに主に生きているかとかそういうのと大体リンクはしているんですけど、うん、まあとにかく魚の種類とかによって持ってるものは結構違うということですね。うん、今回アオリイカでいうと、はい、色が見えないっていうのは、はい、実際このロドプシンそうなんですがしかないってことですか？そうですね。それを次に説明をしたいと思いますが、はい、まあ、よく分かりやすくするために我々人と比べてお話をするんですけど、うん、これは人の皮脂物質をグラフで表してるんですけど、昔のテレビで RGB って光の三原色って言って青緑赤か、うん、それでいろんな色を作ってたんですけど人間の脂物質には青が分かるタンパク質と緑色が分かるタンパク質と赤が分かるタンパク質と、うん、あとさっきロドプシンっていう暗いところで働く4種類あるんですね。なんで明るいところだとこの3色を使えるんで、色の識別がつくんでテレビとかもそうですね。うん、で暗くなればもちろん明るい暗いってのは分かるんで、うん、暗いところにどっか光があれば分かるしっていうふうに、明るいところでも暗いところでも働けるっていう形になってます。まあ、ちなみにこれは水深40メートルを撮影した写真なんですけど、はい、まあ我々見たら当然、まあ、光の量が少ないんですけど、うん、海藻は緑だったりとか分かりますよね。でこれに対してイカはどうかってことですね。イカの目を調べるとロドプシンしか出てこないんです。じゃあその赤とか緑とか青とかその色を構成するあれっていうのはないということですね。そう、色を感じるタンパク質は目の中には出てこないんですね。うん、なんで、まあ、判別する物質がないわけですから、うん、まあ、おそらく見えていない、色は見えてないだろうって結論に至ってるっていうことで、うん、こういう世界ですね。おそらく想像なんですけど白黒の世界に生きてるんじゃないかなということになるわけです。うん、大丈夫でしょうか。これでも自然界でこう生きててこういう色とかいっぱいあるじゃないですか、はい、魚もまあある程度色がついてるの見えてて、イカってでも色見えた方が絶対いいですよね。人間の感覚からするとやっぱりそうかもしれないなと思うんですけど、うん、なんで色が見えなくなってしまったのかなと思って、うん、そこについては、うん、やっぱり仮説というか説明できる部分っていうのがやっぱありまして、うん、今ここ写真写したんですけど、1個先に行ってもいいかな。ほう、はい、これ同じように水中を人が見るエギ、イカが見るエギって中にエギを置いてるんですけどね、うん、これもともとピンクですよね、このエギ。そうなんです。気づきましたか、うん、この模様あれですもん、はい、使うエギだから覚えてますよ。そうです、そうなんです。でこれ同じ水中動画を切り取ったものを、まあ、人目線、イカ目線のイメージっていうふうにしたんですけど、はい、そもそも水中は地上からの太陽の光が入ってきて、うん、水中に透過していくんですけど、水の中はそもそも光の量がすごく減るんですよね。うん、そうすると今ここに示した通り、これもともとこのしましまの部分はピンク色なんです。だけど色がなくなってくるんですね。っていうことは我々人間なんで今この海藻の緑とか見えてるんですけども、うん、イカから見たらもうこういう状態なんですね。本当寂しいですね。はい。で本当に色がどんどんなくなっていくんで、うん、その色が分かるっていうよりもその濃い薄いっていうことを感じた方が、うん、この水の中で生きていきやすいっていうふうに考えた方が素直ですね。なんとなくイメージできますか？できます。自分たちがその釣り具屋さんで見てるこういろんな色のエギが実は海中に入ると、その水深によってどんどん失われていくっていうことですよね。そうですね。水の中では我々がお店とかタックルボックスの中で見ている色、うん、そのまんまの状態では映らないんですね。うん、でしかも目の特性が違うイカが見ているんで、全く違うふうに見えてるっていうふうに考えた方がいいです。うん、うん、その海の中でその生き抜くためにあえて色を。そうですね、うん、光が少ない水の中では、そもそも色彩がすごく、乏しいので、うん、色彩に特化するよりは明るい暗いっていうところに対する感度を上げた方が多分生き抜けたんだなと思います。進化の過程だと考えています。対価ではなく進化。進化ですね。生き抜くための。進化。適応ですね。適応。なるほどですね。あれですね、これ例えばピンクですけど、これオレンジとか違った色にするともちろんこの濃淡の現れ方って違うしっていうことですよね。そうですね、うん、はい。いやすごいですね。これ実際イカが見てる世界ですよね、このモノクロームの世界、はい、理屈に基づいたイメージですね。はあ、なんかもっと他に写真とかあるんですか？写真、じゃあ、まあ、今やっぱり釣りなんでエギングなんで、うん、エギの写真が見たりですね、エギがどう見えてるかっていうイメージが欲しいだろうなと思います。お、来ましたね。はい、これはね水深40メートル、これ種子島納期なんでだいぶ透明度は高いところなんですけど、だいぶクリアですね。はい、あ、これ沈めてるんですね、40mに。はい、これで実はこれ水深計が一緒に映ってるんですけど、うん、これに今40mって指してますけど、はい、まあそこで撮影したエギの映像です。で、イカは色がわからないだろうということなんで、はい、撮った写真を白黒に変換しています。うん、で、それぞれ左上に載せてるのが元のエギの色ですね。茶色の赤テープ、茶色の赤テープ、グリーンの二次テープ、二次テープ。またちょっと夕まずめとかちょっと濁り以上にきそうな色ですけどね。そうなんです。これ見てお分かりですよね、皆さん。どういうことが言いたいか。一つ目、上。一色ですね、これ。一色ですが、側線と、背中とお腹との色の濃淡の差すごくないですか。すごいですね、これ。はい。こんなに濃淡って出るんですね。で、下。これ二次テープなんですけど。二次テープも出てますね、虹。二次テープは、我々は色がわかるんで、うん、カラフルな虹っていうふうに、やっぱりまず目に入って取られるんですけど、うん、一旦その、色彩を消すと、彩りを消すと、白と黒の濃淡のまだらですよね。まだら、すごい目立ちますね、これ。はい、これって、そもそも色を判別することを捨てたイカからしたら、うん、やっぱりこういうものが目の近く、自分の視界の中で動くっていうことは、うん、やっぱり物が動いたっていうことを、まあ、捉えやすいなっていうふうに理解することができると思いますね。これ面白いですね。で、色の濃淡もそうですけど、これすごい柄目立ってません？あ、柄ですよね。特に上のエギ、うん、側線の下に、あ、エギでここですよね。そう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 。あんまりこうエギって買う時とか使う時って背中の色ってものすごい意識するんですけど、柄ってあまりこだわらない方多いんですよね。うん、昔の僕らがエギング始めた頃の先輩なんかは。お年を召した大先輩なんかはこの柄じゃないとダメとかよく聞いたんですよ、昔。なるほど。月の柄じゃないとダメだとか、もうここは杉じゃないといけないとかあったんですよね。これ一個なんかヒントですよね。そうですね。今色に絞ってお話をしてましたけど、うん、やっぱり柄ですね、模様ですよね。これだったらアジの税後を真似たような、うん、黒い線がいっぱい柄として入ってるんですけど、こういうものもやっぱり、濃淡に変わるわけです。エギの機能としては。濃淡がはっきりしているものの方がアオリイカに感じてもらいやすい、見つけてもらいやすいっていうふうに理解することができますね。あんだけ色があるんですね。そうです。うん、割とその色が先行しがちなんですけど、うん、柄も大事。柄も大事。うちの山下のエギオシリーズもいろんな柄があるんですね。はい、黒潮スペシャルにしかり、はい、ライブにしかり、サーチも結構ユニークなデザイン入ってますけど、パッと見デザインなんですけど、うん、やっぱり周りの本体の色とかと濃淡の差をつけるっていう効果はそれぞれ持ってるっていうふうに考えた方がいいですね。さすがですね。さすがエギオ。さすがエギオですね。全くもうなんかもう自分を安全なところに置いて僕は喋ってますけど。さすがですね。まあでもいいですよね。これで一個、皆さん、僕らもそうですけど、そのエギオを買うときに、その柄、あと色の濃淡っていうのをチェックして面白いですよね。はい、例えば、お店でパシャって写真撮ったら、もしかしたら怒られるかもしれないですけど、撮ってみて、例えばホームページの写真とかを白黒に変換してみて、 そうですね、その濃淡をきっちり見て選んでみても面白いかもしれませんね。それで皆さんの釣り場で使うことを想像して、うん、お持ちのエギを取ってみると、あ、手持ちのやつですね。手持ちのエギを、まあ、今皆さんスマートフォンをお持ちの方が多いので、うん、取って写真の変換なんかをするとまたイメージが変わると思います。今エギの中でのコントラストの話をしましたけど、例えば水中だと背景の岩礁帯とのねコントラストとかそういう考え方、そうですね、白のキャンバスじゃないですからね。そうですね。自分が行くシチュエーション、はい、ナイトのサーフだったらより際立つなとか、はい、海藻帯だったらこうだな、はい、岩礁帯だったらこうだなということを思い描いてはめていくと。で釣りをして、結果とまた結びつけて次の絵木の選択に生かしてもらえるっていうと、まだどんどん深みに皆さんハマっていって面白くなるんじゃないかなと思います。明日はじゃあここに行くからこういうあれで行こうっていうことができるってことですね。できます。そういう楽しみ方ができます。なんか新しい楽しみいただきましたね今回。でもあれですよね、色は見えないですけど光は見えるんですよね。これで夜光じゃないですけど光は見える、うん、見える、うん、光は感じるっていう方が理解しやすいと思いますね。光は感じるんですか、はい、これでまた発光の話になってくるんでちょっと長くなりそうなんで、これじゃあ次回いきましょうか。そうですね、光から発光ですからね。で夜光ちょっと話したんでちょっと490グロを掘り下げてみてもいいですかね。はい、はい、ぜひやりましょう。まあ、どっぷりと、はい、どっぷりと、はい、今回アオリイカの視覚あと視力についてまた新しいこう発見があったんで、皆さんもエギを購入する時また選ぶ時、今日森さんが言ったような自分が釣りをするシチュエーション、もしくはお手持ちのエギや購入する際にモノクロで撮ってみて、でそれをまたパズルのピースをはめるように選んでみたら面白いかもしれませんね。はい、今回はありがとうございました。また次回よろしくお願いします。よろしくお願いします。